9月より実施する御堂筋でのイベントについてお知らせをいたします。大阪市では平成31年に策定しました御堂筋将来ビジョンに基づき、御堂筋を車中心から人中心のストリートへと空間再編を進めています。この度御堂筋を活用したイベント、御堂筋チャレンジ2024および御堂筋サテライトプレ社会実験を中央区北浜三丁目付近の淀山市交差点から中央区難波三丁目付近の難波西口交差点において実施をいたします。御堂筋チャレンジ2024は令和6年9月2日から9月29日までの間、国土交通省や道路協力団体などと連携して開催します。エリア内を花飾りやバナーなどで街全体を彩りまして、おもてなし空間を創出するほか、行き先案内を表示しますプロジェクションマッピングなど、デジタル技術に新しい空間活用を体験いただきます。御堂筋サテライトプレ社会実験は、大阪・関西万博開催時に実施する人中心の道路空間へ、道の未来体験エキスポをテーマとした御堂筋でのサテライトプランの成功に向けまして、9月20日から22日までの3日間で実施をいたします。エリア内でマルシェを開設したり、コンサートやアーバンスポーツイベントを実施するほか、人とモビリティの共存空間を体験いただくなど、市民の皆様や来訪者にも楽しんでいただけるようなプログラムを予定しております。今回の社会実験を通じまして、万博本番に向けました交通影響や回遊性向上の検証に加えまして、人と未来の技術を活用したモビリティの共存空間の体験といった万博らしさの検証なども行ってまいります。なお、9月20日から22日の御堂筋サテライトプレ社会実験の期間は、淀屋橋交差点から伏見町三丁目交差点の側道の通行規制、難波交差点から難波西口交差点では本線の車線規制を行うこととなります。当日は混雑が予想されますので、市民の皆様にはマイカーの自粛や迂回にご協力をぜひよろしくお願いいたします。ぜひ御堂筋を活用しプレ社会実験と御堂筋チャレンジ2024についてお伺いいたします。はい、まあ、その今回のもその、まあ、万博に向けてという位置づけだと思うんですけれども、まあ、そのさらにこの社会実験を踏まえてですね、その御堂筋エリアをですね、その将来的にどのようにしていこうというお考えなのか、こう構想をお伺いできればと思います。はい、ありがとうございます。これも重要な取り組みでして、人中心の道路空間を目指してまして、万博開催時には速道の活用だけではなくて、道の未来体験エキスポとして皆さんに御堂筋や難波広場など新たな魅力を体験していただく機会を設ける予定としております。9月20日から22日のサテライトプレ社会実験におきましては、その前段で社会実験として万博本番に向けました交通影響回遊性向上の検証を行うとともに、人と未来の技術を活用したモビリティの共存空間の体験といった万博らしさの検証なども行っていきたいと思っています。こういった取り組みを通じまして、人通信の空間へ転換を進め、御堂筋にふさわしい外観や活動について地域の方々や市民の皆様の意見を伺いながら、協力を得ながら、新しい御堂筋の形作っていきたいと思います。もう歴史上この大阪の町っていうのは、こう南北軸が御堂筋を中心にしっかりしてまして、でさらに広い目線で見ると、こう大阪全体は縦長でですね、北側に国土軸が通っておりますので、南北軸を意識するというのは重要なインフラ政策です。そんな中でもまさにシンボルとなるのはこの御堂筋でして、大阪市域を、まあ、南北に北と南をつなぐシンボルロードです。このシンボルロード御堂筋はですね、僕は世界の冠たる都市の中でも、もうどの都市にも負けない素晴らしい道だと思っています。でこの美しい御堂筋っていうのを、まあ、より人中心の空間にしていく、大阪市の課題の一つとして、やっぱり高度に都市機能は発達しているものの、まあ、面積が比較的こうキュッと狭隘になっている関係でですね、少しこうゆとりある空間や緑比率等に課題があるという点は、これはもう従前から指摘されているところかと思いますので、ぜひこの南北軸、そのシンボルたる御堂筋というのは、将来的には北と南、ちょうどシンボルとして梅北がオープンしますし、南エリアは難波広場もこれはオープンしましたので、この2つの例えばエリアを結ぶような、もう
梅北から難波広場御堂筋にかけてをですね、もう公園というイメージが持てるような、そうすると大阪市内に巨大な公園が誕生するわけですね。そういうイメージで、あのそこが公園や森といったイメージになれば、僕はあの大阪市内のあのさらにこう都市空間のブランド力が向上すると思っています。もちろんあのたくさんの車が通っていたり多くの経済活動がされているエリアですので、あのこういうビジョンを進めていくにあたっては地域の関係者やあの多くの関係者の理解が必要になってくると思います。あの今も多くの関係者の皆様にお力をいただいておりますけれども、これからもあの皆さんと議論しながら、このゆとりある大阪の上質な空間創出のための取り組みというのを御堂筋を中心に進めていきたいと考えております。次の質問をお受けします。読売新聞の土屋と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずあの発表項目の御堂筋のところから伺いたいんですけど、はい、ま、あのこれまでもその、まあ、歩道化に向けて社会実験というのを何とか繰り返されていると思うんですけど、うん、これまでとの、まあ、違いだったり今回の狙いがあればちょっと改めて伺ってよろしいでしょうか。そうですね、あのまずあの大きな方向性として人中心の空間を目指していくという中で、まずあの我々にビッグイベントがあります。これ万博というイベントがありますので、この万博の期間、道の未来体験エキスポとしてこれ御堂筋はあの活用してですね、多くの方がここに集って、そしてあの関係者の皆さんとともにあの大阪に来ていただく方をもう歓迎してですね、大阪を感じていただくというあの道の未来体験エキスポというのを予定しております。そのため の事前のイベントというか、こういうイメージでやりますということを多くの方に実感いただいて、で将来的にこの御堂筋をどうしていくのかというのをぜひ多くの関係者の方に感じていただくためのイベントとして今回開催することになります。こういった形であのマルシェやですね、コンサートやこうアーバンスポーツなんかをあのエリアでやることで、あ御堂筋は将来的にこういう人中心の空間になっていくんだなというのを多くの市民の方や多くの関係者の方にぜひイメージしていただきたい、そのため の位置づけのイベントとなります。これも載ったんですけど、僕この乗車型モビリティってこれあの個人的にあのイベントをプライベートで行った時にやってはったんで載ったんですけど、便利ですよ。これはもうあのたくさん人乗せてこうゆっくりですけどあの進んでいくモビリティでして、あの街を楽しみながらこう移動できる非常に乗りやすい構造ですし、ぜひこういうあの未来のモビリティというのも体験いただきたいと思います。あ、日本経済新聞の下田と申します。よろしくお願いいたします。御堂、はい、筋チャレンジに関連してお伺いします。うん、はい、現在あの大阪市では御堂、筋将来ビジョンということで、まあ、2037年までの御堂筋のフルモール化というのを、まあ、ビジョンとして掲げていますが、それに向けて、まあ、長堀通りより南のところは速道の歩行者空間化が完了したかと思うんですけれども、それよりも北側のところの速度歩行者空間化についての具体的な目処というのは立っているのかどうかをお聞かせいただけますでしょうか。長堀通りから北側の速度の歩行空間化の、まずは 長堀通りと、でその北側って年度建てましたっけ、あれ、建設局でございます。現在地域の方とですね、まあ、いろいろ議論させていただきながらですね、ちょっと検討しているところでございまして、今ところはまだ予定はですねちょっと明確になっていない状況でございます。やっぱ地域の皆さんのご理解と、まあ、交通量やいろいろ見ながら丁寧に進めていかないといけないと思っています。ビジョンはお示ししながらもやっぱ協議は丁寧に進めていきたいと思います。次の質問をお受けします。